ダヴィンチの暗号、血の福音書、第一章、血染めのキャンバス。パリの心臓部を流れるセーヌ川のきらめきも、漆黒のベルベットのカーテンを思わせる夜空の下では、その輝きを潜めていた。ルーブル美術館は、荘厳な石造りの姿を闇夜に溶け込ませ、静寂に包まれていた。まるで、その膨大なコレクションが織りなす歴史の重みに、時さえもが息を潜めているかのようだった。しかし、その静寂は、館内に響き渡るけたたましい警報音で、一瞬にして打ち砕かれた。けたたましいサイレンの音が、ルーブル美術館の静寂を切り裂き、警備員たちを恐怖に突き落とした。彼らは、何かが恐ろしく間違っていることを悟り、美術館の迷宮のような廊下を走り抜けた。彼らの心臓は、恐怖とアドレナリンの本流で激しく鼓動していた。警備員たちは、美術館の中心部へと続く、アーチ型の天井の高い廊下を駆け抜けた。彼らの足音は、磨かれた大理石の床にこだまし、緊急事態の緊迫感をさらに高めていた。目的地は、グランドギャラリーに着く一角にある、小さな絵画保管庫だった。息を切らしながら保管庫に突入すると、目の前の光景に言葉を失った。ベテラン学芸員、ピエール・デュボンの遺体が、まるで捨てられた人形のように、冷たい石の床に横たわっていた。彼を照らす懐中電灯の光が、顔色の悪さと、大きく見開かれた目を見逃すことはなかった。彼の周りには、まるで嵐が通り過ぎた後のように、何世紀も、前の、書物や貴重な芸術品が散乱していた。ページが破り取られ、インクが滲み、何世紀にもわたる知識が、この冒涜的な行為の前には無力だった。しかし、最も恐ろしいのは、デュボンの遺体の上に置かれた、血染めのキャンバスだった。それは、レオナルド・ダ・ヴィンチの未完の傑作、東方への礼拝、の終作として知られる貴重な作品だった。かつては、聖母マリアと幼いキリストの周りに集う三賢者の姿が、筆遣いの繊細さと色彩の妙義で描かれていた。しかし、今は、その神聖な光景が、ゾッとするような光景へと変貌していた。キャンバスの中央、幼いキリストの無垢な顔に、深紅の血が滴り落ち、まるで、作品自体が、血の涙を流しているかのようだった。血は、キリストの顔から、白い衣服へと流れ落ち、そこには、不吉な赤いバラが咲いていた。かつては、崇敬の念を抱かせる傑作だったものが、今や、見る者を恐怖に陥れる、ゾッとするような不気味なものと化していた。パリ警視庁の敏腕刑事、アンヌ・マリー・ル・ブランは、凄惨な現場に立ち尽くしていた。鋭い洞察力と冷静な判断力で知られる彼女は、一見無関係に見える点と点を結びつけ、事件の真相に迫ることに長けていた。アンヌは、この混乱の中でも冷静さを失わず、鋭い視線で現場をくまなく観察していた。彼女は、デュボンの握りしめた手に、小さな金属製の鍵が握られていることに気づいた。それは、ルーブル美術館の地下深くにある、禁断の書庫、図書館インフェルヌス、を開くための鍵だった。